皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですねソロリーグをですね撮影会でガツンやってました。その中でかなり勝率が良かった固定があります。今回はそれをやっていきたいと思います。今現在強 P1650 ショットで、ユキンコリーダー、裏がですねデビル、はい、意外だと思う方もいらっしゃると思いますが、今回裏デビルでやっていきます。ただ相手のリーダーがハーピーちょっとめんどくさいですね。ハーピーをなんとかできるキャラが欲しいんですが、これはこれで面白そうだから行ってみましょうか。まあ多分使ってる方はわかると思うんですけど、最近ちょっとポセイドンがね、まあ微妙っていうね話をよく聞きますけど、まあなんでかっていうと、まあキメラガールの登場が一番でかいんですけど、まあ火力によってポセイが押しつぶされてしまっている現状。スキル打ち切っても何回も打っても、まあ、倒しきれずやられてしまうみたいな。ただポセイドンの強みってそのちょっとゼウスに似てるかなって思ってて、あ取れないか欲しい。大型戦もできるけど中型戦で大活躍するんじゃないっていうイメージ。そうで、血統紙使いましょうか。バンバン使っていきましょう。さあ、OK? いいんじゃないですか。だいぶ構想使わせてますね。だいぶ使わせられてる。その後ろの血統やられちゃうんで、もうしょうがない。新しい血統紙出してあげて、倒してあげましょう。さあ、でもってここからですね。デビルはカイオンパに弱し、やられてしまうんでもしょうがないですね。惜しいんだが、やりきれない。ちょっと足りないな。まあ、ケットが来るんでね。はい。ケットにやってもらって、デビルもね、バンバン流していきましょうか。まあ、ケット来るんで、またケットじゃないか。ハーピー来るんで、ケットで、しっかり閉じ込めて、そろそろね、スキルじゃなくて大型行かないと試合が進まないんで、大型行きましょうかと思った矢先にゼウス、まあ、ゼウスレドラ行くか、ポス行くか。はい、ちょっと攻めきれないかもしれないけど、カイオンパは入んねマジで入りづらいからね、カイオンパ。はい、あそこのデビルがカイオンパ食わず即死入れたらワンチャンある。ないですね。あー削れてないんだこれ。あー割と大型いなかったですね。なるほどな。もう全部カンパ入っとるやん。まあしょうがないですね。残念。まあ今ね裏デビルにしてて、まあユキンコが苦手なキャラを結構デビルが見てくれるんですけど、まあハーピーはちょっとねこっちも攻めらんなくなっちゃうんで、まあしゃあないかなっていう感じ。次行きましょうか。さあ頑張りましょう。いやはや、お相手のリーダーが獣剣士と、珍しいですね。まあ、獣剣士に対しては、正直自分の、まあ、リーダーなんで相手が、ユキンコもデビルもやられてしまうんですよ。苦手なんですよね。なんで、ヘッジホークとか引けると、まあ一番いいかなとは思うんですけど、中型に固定をしているので、まあ必ずしも、大型に行ったプラスヘッジが引けるとは限らないというわけで、まあ、なるべくいい札、来てほしいと。あ、ウィッチでもいいんじゃないですか。ウィッチの隕石も一応獣剣士のトマホーク跳ね返しますね。まあ普通に壊されるんでそこまで期待値が高いわけではないんですけど、悪くはないと思う。ただデビルはね多分獣剣士リーダーにはボコボコされると思う。まあしょうがないですけど、両方に大砲撃たんやろ多分。 OK 取った。まあまあまあ片方取れればとりあえずいいんじゃないですか。獣剣士この前情報されてねちょっと強くなってるんで、まあどう対応しようかなーって言った感じですね。でもとりあえずユキンコ切ってもよかったけど、まあいいか、とりあえずは。うわー、それは怖すぎる。これはちょっと怖いな。はい、これトマホーク一回止めましょう。 OK、 トマホーク止めれば、はい、この後ねこんな感じでウィッチも行くんで、お、なんか殴り倒しますね。ウィッチ、ああ、触らないか、それ。
即死を入れてほしいんだが、まあ、そんな美味しい話もないと。ただね、今回ニジデビルなんで、ね、なかなか止まりづらそうですね。相手も相当コスト使ってるんで美味しいですね。これはだいぶコスト勝ちしてると思う。どれでも取っていく。あとはお相手がだいぶコストないはずなんで、これに対して何をいくかなんですけど、ブラドラでもいいかな。あのブラドラがですね、一応あの重剣士耐性を持ってるんですよね。本当はあんまデビルで使いたくないんですけど、ちょっと重剣士重すぎるんでこれ一回使っちゃいますね。ブラドラいきますか。よいしょ。ブラドラの重ねはあんま効かないです、正直。あー、ただカニは痛いな。はい、ここはしっかり見てもらって、カニは痛いけど倒しきってくれたのは偉い。さあノーム流しましょうか。こういう時には流しが強いですね。で真ん中にもこれ切ってあげて、これノーム出したからもう相手止まんないんじゃない。もうヒュードなんて放置だよ。さあキャラだけ出しとこうか。来んなよこっち。オッケーオッケーオッケー、いいよ。まあ落ちるんじゃないかな、うまくいけば。どうかな、重剣士やっぱ足が遅いからこういう展開の時弱いっすよね。何もできんって感じ。なんか戻ってきた。それでは取れず。というわけで、点差勝利ですね。ありがとうございます。さあ続いてやっていきましょう。お相手がヒュドラリーダー。ヒュドラなので、まあ、迎撃を引くか、まあ、もしくは瞬間火力を引くか。ただ一応あのユキンコ のユキンコはですね、ヒュドラの首に強しなんですよ。なのでユキンコを1枚取っておけるならばヒュドラの首はそこまで怖くない。なのでどっちかっていうとやっぱ攻め手が欲しいかなと思うので、あ、これもありだな。ヒュドラのね、裏が読めないんですよね。リリスかミノガかトレガかなって思うんですけど、もしそのトレガが来ちゃうとかなりまずいですね。札的にはトレガがマジで重い札。ただトレガじゃなければ結構頑張れる。トレガ以外だったらブルガもちょっとめんどくさいけど、まあ、リリスとかミノガだったらまあ大丈夫かな。とりあえず取ってもらいましょうか。このラインを取っておきたいですね。このラインの取り手を取れるか取れないか、取れないかで。あー、なるほどね。まあ、これしょうがないね。でも一体行ってもらってからのピッチのスキル痛いな。よいしょ、オッケー、ナイス、素晴らしい。さあ、こうやれたのでかいぞ。あー、でかすぎる。ヘッチ日本処理はマジででかいな。サモン、さすがに無理か。惜しいね。まあでも、これだけやってくれれば全然問題ないって。しかも、レボも合わせてるから今。ウィッチもいるんで。あ、これ相性いいですね。相手のキャラと。ヘッチマジで重かったんですけど、あー、ブルがね。ヘッジがマジで重かったんですけど、そのヘッジなんとかできそう。あとはここだけ。うわ、即死だ。預金超えときましょうか、とりあえず。ん、何やってんのメタドラお前。やば、なんか触れてないんだけど、メタドラが。なんだろう、ヒドラで位置ブロックされてるのかな。動けてない、一切。そんな位置があるんだ、知らなかった、それは。とりあえずここは押さえましょう、しっかりと。これちょっとあれですね、守んなきゃダメですね。攻めちゃダメ、攻めたら多分終わる。いや、1回やったらいいか。1個分なら多分大丈夫。オッケーオッケーオッケー、とりあえずね。時間的にも、あー、それやらないんだ。なるほどね。あ、じゃあもうドローでいきましょう。案外ちょっと止めたりし、止めれたりしないかなと思ったんだけど、止めなかったんで、もうドロー狙いで。やっぱ雪んこ強いですね。メタドラがとんでもないことしてましたね。下に動けなかったのか。いや、でも触れると思うんだけどな。なんだろう、謎な挙動してた。
さあラスト頑張りましょう。いやあのねやっぱねいいっすよユキンコ強いっす。でユキンコ使っててやっぱどうしても苦手なのがペンギンもそうなんですけど、ベビーあとベビーとユウスケ、やっぱその後方からですね高火力ドーンって飛ばしてくるユウスケも苦手 であとはカマキリも嫌じゃないですか。他にもいくつかいるんですけど、まあ、結構嫌なキャラがですねちらほらいるんですけど、結構ねデビルで見れるんですよそいつら。ほぼ全部、まあ、全部ではない、本当に全部ではないんだけど大体見てくれるっていう。あやべえミスった、なんで俺今 UFO で言ったんだろう。フォアドラが見逃にかかれますよね。なんで俺この札で言ったんだろう。分かんない、自分でも分からん。頑張りましょう。ちょっと普通にシャッフルミスです。楽勝だぜ。多分昔のユースケ UFO の名残があって OK フレーズね。さあ打たないでほしいね、ここはね。パンチでやってもらって、なるほど。さあこれ倒されてしまいますが、まあいいでしょう。ユキンコ最前線切りしましょうか。詰めましょう。でこれでこれまさかのマイマイ。さあここは回収してみましょうか。あー回収できない、なかった、もったいない。さあこれは叶えてしまいますがしょうがない。でこれ出てくるのはミノガール、これによって UFO が落ちてくれてワンパンやってくれたりとかしたら神だったんですけど、まあそんな美味しい話もないよと。取れるよ、ここはこうだな。え、マジ？でしかも君がか、スキル一発って、一発に一発持たない、いつも通り任せろ。この曲を変えてほしい。 OK 倒した、とりあえずね。そっちじゃないよ。2、1、危ねえ、危ねえけど無理だ。これもこの体力、この体力やれ。しかも最初から後ろに置くべきだった。よーし OK、 まだあるぞこれ、まだ守れる可能性が出てきたぞ。守れんかったってか下全然ワンパンじゃなかったからもうちょっと投げ出してもよかったな。行くか再戦、ラストって言ったけど受けてもらえるなら行こうか。ちょっとねおかしい札にしちゃったんで、ちゃんとシャッフルしましょう。やべえ札だったね今、すげえもったいない前からしてる。お相手がミノがキメガっすね。この再戦合戦だけやって終わりましょうか。シャッフルしっかりして、ちゃんと正しいキャラ選んで、変な札でゴーすんな俺。さて決めがあったから今でもよかったんですけど、大型は欲しいな。ああ行きましょうか。ユキンコがいる時ってやっぱねもう全部他進撃でもね結構頑張ってくれるんで割と好き、こういう札。大型も全部進撃、太っちょね。で相手の大型的にこっちから大型切りたくないんですよね。どっちもカウンター大型なんでぶち抜かれちゃうんで、これ取れないな。そしたらユキンコ置いてデビル置いて、オッケーオッケーオッケー、そうそうそう、そういうこと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 。早っ、マジめちゃめちゃ早いじゃん。そんなにそこ取る、そんなにそこ取りに来る、マジ？まあいいや、じゃあこう最後か。オッケーオッケー、とりあえずね。デビル置くか、あんま置きたくないんだけどね、デビル。
まあでもなんかこのデビルが結構いい仕事してくれる、デビルじゃない、あのこのトレンドが結構いい仕事してくれるんじゃないかな。それ良くないよ。はい、なんか違う方が混乱入ってる。違うじゃん、そっちは混乱入るってないよ。いよいよ、あーカマキリ美味しいね。で、あのこの固定のいいところは絶対に裏デビルってバレないところ。裏デビルなんてバレないから、ほぼほぼ役バレないんで、刺さるんですよ。こうやってデビルってアンチ関係豊富じゃないですか。結構刺さるんですよね。もう干渉っすね、これは。俺はさすがに止められないはず。うん、いいね。誰も裏デビルなんて思わないから、結構デビルが苦手なキャラ引きがち。まあ多分この方結構再戦してくる方だから、多分再戦帰ってくると思うんで、それも受けて終わりましょう。頑張りましょう。もうここ多分さっき20いくつありましたけど、干渉の方が多分持っていけると思うんだよな。どうだろう、同じぐらいか自分の方が多くぐらい。いくつ座られたか覚えてないけど、多分同じぐらいか。自分がちょっと干渉で天才よりも多くもらってる。これ勝てればプラス、がっつりプラス。負けたらマイナス。頑張りましょうか。ただデビルならバレたでしょ。でここで一番嫌なのがビートルですね。ビートルで引かれるのが本当に嫌だ。まあユキンコリーダー見てからビートル引く人もそんなに多くないんで、あれなんですけど、この再戦合戦してる時だけはバレちゃうんで、ちょっと怖くなる。スキル発動次第だから、サイクロがちょっと不安定なんで変えました。いやー、そろそろ大型忍者妥協、もう妥協しましょう。引けない方が怖いんで。ただね、この札ね、ミノガが重いですね。アークエンジェルが刺さってないんだよな、一ミリも。そう、お相手バイク、あんまコスト負けすることしたくないんだよな。打つのやめましょうか。取れたらラッキーウェイです。取れなかった、取れなかったらアンラッキー。そんなもんそう、こうなんですよ。まあでも多分気づいてると思うんですけどね、もう見せてるんで。ただこんな感じで、あーやっぱそうですよね、引いてますもんね、足が。うん、あー後ろちょっと嫌だな、あれ。ワンパンに本当されたくなかったんですけど、しょうがない。であとバイク何本だ、わかんない。もう迎撃をしましょうか。ここね、吹っ飛ばされちゃうんで、このミノガールをどう止めるかですね、自分は。よいしょ、一回ユースケスキル足ないかな。このあのキャノンに紛れてケルベロス、さあまとめて処理。そこの無双はマジで怖かった。いやね、わかりました。オッケー、とりあえずね、とりあえず偉い、かられるけど、このあと2、1、よいしょ、頑張れ、頼む、そこをなんとか抑えきってくれ。とりあえず抑えた、ここを抑えた、ここケルベで見る。あー、そう、触っちゃった、マジか。ユキンコ、お互いコストはないはずだから多分大丈夫だと思うんですけど、こうなったらもうユキンコ突破できないですね。よかった、危ねー。まあ判定負けではありますけど、いいんじゃないでしょうか。点差多分干渉の方が多分もらえてると思うんですよね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっとね、ユキンコを固定するボックスの優先枠の設定になってないっていうのが1個、まあ、UFO とか引いちゃってるじゃないですか。なんでそこら辺があるんで、そこだけちょっとまあ直してね、またね、次回挑戦しようかなって感じ。今現在 TOP が1664。はい。
まあ、さっきの1回負けてて完勝で返して結果的にはプラスだったのかな、26と21、そうですね、はい、そんな感じなんで、まあ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 熱い試合が見せられたんじゃないでしょうか。参考になれば幸いです。ユキンコ今結構熱いです。裏でしっかり相手の、ユキンコアンチのキャラを抑えられるならば、もしかしたらあのシャークフルで引ければ。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。